環中国へようこそ。5月2日のニュースをお伝えします。共産党統制下の中国は特権と独占に満ちています。四川嘉義職業学院のある市営コンビニは価格が低すぎるため開店直後に学校側から強制的に閉店させられました。ネットユーザーは学生たちはやはり搾取から逃れられないと嘆いています。中国メディアの報道によると、四川嘉義職業学院内のある市営コンビニは、開業からわずか2日で強制的に閉店させられました。数ヶ月が経過しても再開業できていません。店主の李さんは2023年11月に3年契約を結びました。家賃、装飾費、仕入れ費、人件費、店舗譲渡費を合わせて、およそ90万元、およそ1962万円を投資しました。2023年12月、コンビニが営業を開始し、商売は非常に繁盛していました。しかし、開業からわずか2日後に、学校側から営業停止の通知を受け取りました。店はすぐ閉鎖され、電気も切られました。学校側の通知には、コンビニの広告塔が明るすぎるとの指摘がありました。しかし後に学校の責任者は、商品の価格が安すぎて学校のスーパーマーケットの商売を奪ったため店を閉めさせたと明言しました。李さんは強制的に閉店させられた後、一部の商品の価格を上げました。しかし学校側は依然として営業再開を許可していません。例えば、スプライト1缶の価格を 1.8 元、およそ40円から 2.2 元、およそ48円に値上げしました。これで学校の他のスーパーマーケットの 2.5 元、およそ55円とほぼ同じになりました。李さんが提供した録音によると、学校の責任者は、あなたの価格はスーパーマーケットの価格をはるかに下回っていると言いました。李さんは、私たちは法規に反していませんと反論しましたが、相手は、最初から価格を上げていれば、今日のこの事態はなかったでしょうね。そうでしょ?と返答しました。このことはネット上で多くの注目を集めました。一部のネットユーザーは、ひどすぎます。学生でも搾取の相手になりました。とコメントしました。皆様へのお知らせです。これから環中国の動画を環中ワールドというサイトにも掲載していくことになりました。リンクは下の概要欄に貼ってあります。よろしければどうぞご覧ください。